鉄道写真を撮影する人たちの一部で、私有地に入ったり、ゴミのポイ捨てなどのマナー問題が目立っていることなどから、鳥取県や JR 西日本などは、マナーアップの協議会を結成。今日は鳥取県日野町の撮影スポットで協議会のメンバーが、立ち入り禁止の場所には入らないなどの5箇条が書かれたチラシを配りました。地域では農繁期になってくる時期かと思います。たくさんの方がいらっしゃる可能性があるなと、マナーを守って撮影をいただけたらと思っております。協議会では啓発活動に加え、日野町のグルメも紹介し、沿線の観光振興にも役立てたいとしています。